限り風は時も運ぶよ。決定。世代を超え世界中の人々に愛されてきたウルトラマンをはじめとする貴重なクリエイティブの数々を宮崎アートセンターで体験。チケット好評発売中。ウルトラマン夏はうるさま。さあいよいよ今年も暑い夏がやってまいります。7月23日から8月29日まで池袋のサンシャインシティで開催されます。大迫力のニュージェネレーションザライブを開催。新ヒーローウルトラマンデッカーも大活躍するバトルを見逃すなよ。サンシャインシティに暑い夏がやってくるぜ。最後に俺からもみんなにウルトラチャージ。超巨大母艦ナースデス聖号発進。ガッツファルコン出動。そして今こそ渦巻き変形。起動せよ超ド級バトルモードだ。さらにカメラヘッドとスマホを接続。ソフビとのバトルシーンを撮影しよう。デラックスナースデス聖号スマホと連動。闇の巨人出現。ガッツファルコン出動。そしてトリガー登場。君だけの夢のバトルを作り出せ。ウルトラソフビシリーズガッツファルコン。久しぶりだな、羽次郎。旅行どうだった？まるちゃんが火星に行く前に旅行のお土産を渡したかったんだって。俺様に？これスーパーガッツまんじゅうじゃないか。じゃあ隊員のみんなにも会ってきたんだね。アスカ隊員にも？さすが羽次郎、うらやましいな。そっか、スーパーガッツのメンバーで一番最初にダイナの正体を知ってたのは羽次郎だったもんね。え、そうなのか？あれ、そういえばマルちゃんって最初からケンゴ隊員がトリガーだって知らなかったんだっけ？おお、結構経ってから分かったんだ。でも羽次郎はダイナがアスカ隊員だって知ってた。あ、そっか。それでも他の隊員には秘密だったんだね。それが何だってんだ？いや、僕ずっと不思議だったんだよね。ウルトラマンってどうして自分がウルトラマンだってことをみんなに言わないんだろうって。これはアスカが初めてダイナに変身した時のやつだな。そう、この初めての戦いを見てほしいんだけど。Thank you.
一体俺はどうなっちまったんだ。俺が光の巨人？光の巨人か。やっぱティガのように俺たちの味方かな。決まってる。彼は絶対に正義のヒーローよ。おお。過去のガッツの資料によれば、ウルトラマンは人間を導く最も純粋で崇高な光と記録されています。俺そんな大層なもんじゃ。ねえ、さっきから何ブツブツ言ってるわけ？ねえ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 、この巨人にさ、名前つけない？名前？うん、ねえねえ、私ね、考えたんだけど、ダイナミックのダイナで、ウルトラマンダイナってどう？ダイナ？うん、ダイナ。ダイナじゃなんだか、うん、まあ俺の趣味で言わせてもらうとね、ウルトラマンジャイアン。ジャイアンはないだろ。自分がウルトラマンになったら嬉しくてみんなに言っちゃいそうだな。そんなことになったら悪い奴らがお前を直接狙ってくるかもしれないぞ。それは怖いかも。こっちへ来い。は、俺のことですか？お前以外に誰がいると言うんだ。変身した？あれは偽ウルトラマンダイナ、偽物だよ。違う。その正体はグレゴール人。ダイナと決闘するためにやってきた宇宙人だ。なんでダイナに化ける必要があったんだ？宇宙人の格好で現れちゃうと地球人に侵略者と思われる可能性があるから。だってこの歓声、みんなあっさり騙されちまったじゃねえか。俺はグレゴール人に勝てるのだろうか。夏美ちゃん、どうしてみんなわかんないのかな。あれは本物のウルトラマンダイナじゃないのに。君は本物と偽物がわかるのか？だって戦い方が違うもん。戦い方？本物のダイナはあんな強さを自慢するような戦い方はしない。いつも必死で一生懸命で、何度倒されても諦めずに立ち向かっていく。それがウルトラマンダイナなのに。そうだ、俺は俺の戦い方をすればいいんだ。俺にはそれしかない。当たって砕けるまでだ。どうしたの？ありがとう夏美ちゃん。え？夏美ちゃんみたいに真実を見抜ける人もいるんだな。でもアスカ隊員がウルトラマンだって知ってたら、グレゴール人が変身した偽物だって分かったかもしれないよね。それは確かにそうかもな。でもだからってそうやすやすと正体を明かすわけにはいかねえよ。
いいか、絶対に攻撃するな。どちらかの正体が分かるまで様子を見るんだ。ラジャー、ラジャー、ダッハッハッダッ。柱と柱の間には強力な電磁網が張り巡らされています。つまりあれはプロレスのリングってこと？集中砲火、あいつは偽物だ。ラジャー、ラジャー、クソ。いつも必死で一生懸命で、何度倒されても諦めずに立ち向かっていく、それがウルトラマンダイナなのに。お前は良い仲間を持っているな。それがお前の強さの秘密か。
私の負けだ、ウルトラマンダイナ。トリガー！あの最終決戦から2年、平和になった地球に最悪の巨人、イーベルトリガーが現れやがった。このままじゃまずいのに、Z の様子もなんかおかしいし。頑張れケンゴ、ハルキ、イグニス、俺たちガッツセレクタも一緒だぞ。みんなの笑顔を守るんだ。ウルトラマントリガーエピソード Z、 ブルーレイ DVD、 8月26日発売だ。我らウルトラマンとアブソリューティア、このままでは大きな戦いに発展してしまうだろう。奴らはさらに力をつけてきている。脅威となり得るものは全て取り除いておかねばならん。もはや一刻の猶予もありません。ザ・キングダムの生涯は我がこの手で切る。ザ・キングダム、今までの敵より強大です。俺たちに勝てるでしょうか。私は知っている。仲間は決して希望を諦めないと。行きましょう皆さん。スタート。宇宙の平和のため、全力でお前らを止める。我らも種族の存亡がかかっている。一歩も引くわけにはいかぬ。せっかくだ、楽しませてもらうぞ。この世には光も闇もない。あなたを私が止めます。奇跡の合戦、ウルトラスゲー。我は奴を斬るのみ。みんな生きて勝利をつかむぞ。ここでとどめを刺してやる。俺がコスモ幻獣剣総主、赤龍白虎剣のウルトラマンレブロスだ。ウルトラギャラクシーファイト、 The Destined Crossroad。何者？俺たちを忘れてもらっちゃ困るぜ。死んでしまうたんやろか。ウルトラマンは死にはせんて父ちゃんかて言うてたやろ。おっちゃん、これ貸して。あ、ええよ。ありがとう。なんやの。なんやろ。神戸がて、またいつ怪獣に襲われるかわからん。子供の安全がまず第一や。わしらと一緒に避難しよう。すみません、お兄さん。私たちはここで主人を待ちます。見かけによらず頑固やな。しゃあない。道でさんはここで正美を待てばいい。けどな、子供らだけは絶対にわしが連れていく。生きてる。絶対に。どないしたん？今なんかあったかい感じがした。
これダイナにすごく大事なもんかもしれん。ヘリのスタンバイだ。5分後に飛ぶぞ。もう大丈夫ですか。やっぱり危ないんちゃいます。俺たちは報道だ。ビビってる場合か。おじさんたち、スーパーマッチのとこ行くの。子供がここで何してる。一緒に連れてってや。どうしてもダイナに渡さなあかんもんがあんねん。スーパーマッチやったらなんとかダイナに渡してくれるかもしれへんやろね。リーフラッシャーを拾った子供たちはダイナにこれを届けるためにどこに行けばいいのかわからないんだ。そこでスーパーガッツに持って行こうってなるところ、こいつらなかなか冴えてるな。行くぞ。おい君ら、どこ行くんや。来た来た来た、回せ回せ回せ。君たち、こっから先は危険だ。スーパーラッチや。これダイナに渡して。きっと大事なもんなんや。わかった。これはお兄ちゃんが絶対ダイナに渡す。そう言うたでしょ、落ちてへんで。約束する。だから君たちは早く安全な場所に。うん、行くで。うん、ありがとな。ティガを助けたガッツのメンバーがスーパーガッツと力を合わせて戦うよ。よっしゃ。すぐま見る。お母さん。エネルギーと反発するエネルギーをぶつけてるのか。すげえ技術力だな。人の思い
いがつながってダイナは無事事件を解決できたんだよね。そうだな。どんな事件が起きたとしてもきっと俺様たちにできることがあると思うぜ。君はつぶらやイマジネーションを知っているかな。来たぞ我らのウルトラサブスク。ヒーローや怪獣にもっと会える。ウルトラマンシリーズやつぶらや特撮作品に加え続々登場するオリジナル新作がウルトラ見放題。さらに限定アイテムやオンラインイベントなどかつてないエンターテインメント体験をお届けします。つぶらやイマジネーションウルトラサブスクで検索。つぶらやイマジネーションで待ってるぞ。伊賀を受け継ぐ新たな光、ガッツハイパーキンを起動。12セット、ゼペリア、スパークレンスモードで変身だ。デラックス、ガッツスパークレンス、グリッターブレード。ウルトラマンダイナ、トリガー、歴代ウルトラヒーローたちのダイナミックな戦いを再び、ウルトラマンクロニクル D、 毎週土曜朝9時放送中。でも確かにこう見てみると正体を知らないから困ることってのもたまにはあるみたいだな。パムパム。おう、だよな。でもやっぱり俺様がウルトラマンだってバラしたら24時間いつ襲われるか分かったもんじゃねえぞ。お、なら仲間のみんなにだけウルトラマンだって教えてくれてたらいいんじゃないかな。僕に教えてくれればきっといろいろサポートできると思うし。パムパム。そんな。それは違うんじゃねえの。もともと俺様たちはトリガーなしで戦ってきただろ。うん。それにトリガーがいなくなった時も、いつだってウルトラマンがいてくれるとは限らねえ。確かに。それにウルトラマンだって必死に戦う奴らがいるから一緒に守ろう、助けようって思うんじゃねえのか。パム。もだよな。パムパムパム。分かってんじゃねえの。僕気づかなかったよ。なあ、俺様のこういう熱い思いがガッツセレクトのエースたるゆえんってわけよ。へへ。なあ、ウルトラマンに頼りきりにならない覚悟か。地球と人類の危機に立ち向かったウルトラマンダイナ、強敵スフィアとの戦いに終止符は打てるのか。次回ウルトラマンクロニクル D、 君だけを守りたい、お楽しみに。輝け、フラッシュ、でっかー！